ミニマルワードロボチャンネルの星葉です。今日はですね、イタリアの夏の、男の風物詩とでも言えるような定番のアイテム、ボルサリーノがありまして、それについて、ボルサリーノの安藤さんをお迎えして、いろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもねピッティでお会いするのに、なかなかこの1年半ぐらい行けて、どうですか、行けてないですね。全然行ってないです。なんかイタリアで会ってるイメージがすごい強いので、なんか日本で会ったりするとちょっとドキッとするんですけどそうですね。なんかイタリアとのやり取りとかされてるんですか？そうですね、一応やってるんですけど、イタリアもやっぱり、大変な状況で、お互い頑張っていこうよと。イタリアに行くと皆さん結構被るじゃないですか、普通に。そうですね。そのじゃあ今日はボルサリーノどういうものを選んで、どんな風に被ると、こうかっこよく見えるんだみたいな話をちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、いいですか？もちろんです、ちなみに、去年実は僕購入したのがこれなんですけど、これはこれね、素材はヘンプっていうのを使ってて、それをそのヘンプ、麻ですね、ヘンプ麻ですね、それをこう細い紐状のものをこうぐるぐると縫い合わせて、なるほど、ずっと、ヘンプブレードって言われるものですね、最近黒の小物が多かったんですよね、バッグも黒ですし、靴もカバンも割とモノトーンで黒でまとめることが多かったんで、黒のちょっと、帽子が欲しいなと思ってこれ買ったんですけど、非常に被りやすいです。そうですね、これ内側ちょっと実はテープつけていただいてるんですね、こうすると、汗止めみたいに、そうですね、汗を吸収する。実はこれ僕つけたの初めてなんですけど、こっちはつけてないんですよね、でこれはもう何年前だろう、だいぶいい色になって、そうです、だんだん焼けてくるんですよね。でもこれは、これはパナマハット、パナマでも最上級というか、最高級の部類の、モンテクリスティと言われる、モンテクリスティですよ ね、 そうですね。かなり目が細かいですよね、そうなんです、そうなんです。ちょうどピッティという時に、やっぱりなんか一番いいボルサリーノ欲しいなと思って、3、4年、もっとかな、4、5年前ですかね、で買って、だんだん色が変わっていくんですよね、そうですね、そこがいい、いいですよ ね、別に色変わってきてもいいんですよね、もちろんです、もちろんです、太陽に当たれば当たるほど、どんどんこう色合いがちょっといい感じに焼けてくるっていうか、実はもっと前に、十何年前ですかね、実はここにちょっと隠し持ってきたんですけど、これも同じこれボルサリーノなんですけど、かなりここの長さがあるタイプですね、これラビット、これラビットファー、ラビットファーですね。これは違ったかな。これはね、ここ裏地にグアナコっていう風に書いてあるんですけど、これは、でそっちは多分これがこれもグアナコ。あ、これグアナコでしたっけ。これは、グアナコと書いてあるんですけど、基本はベースは、ラビットファーフェルト。ラビットファーフェルトの に、そのグアナコって、ラクダ科の動物 を混ぜてる毛を少しブレンドさせてあるんですね。でこれはやっぱりボルサリーノでしかできないクオリティですね。フェルト作りから全部自社で生産しているので、唯一のメーカーですね。もうなるほど、なるほど。一見硬そうに見えるんですけど、ものすごい柔らかいんですよ、これね、気持ちよくて、グアナコの毛を少しブレンドさせることによってこういう風合い、ちょっと、ビーバータッチっていうか、そうですね、柔らかい感じ、いいですよね。ですこれは茶色の靴用、でそっちは黒の靴用で、やっぱりこっち最初こっち買ったんですよ、だけどその当時茶色の靴を履くことも多くて、その時にはやっぱり茶色のハットがあった方がいいかなと思って、いつもどうされてますか？最初は茶色の帽子ばっかり買ってたんですね、茶色の靴合わせることが多かったので、今日は黒ですよね。今日は黒、最近ね黒なんですよ今日ね、だってレイマンのそこのクラブマスターのやつも黒フレーム、そうなんですよ、最近自分の中でも黒、シャツは白っていう、なんか気持ち分かりますね、同世代だからっていうのもあるのかもしれないですけどね、そうなんですよ。でもモノトーンのそのブームみたいなのもイタリアからずっと来てたじゃないですか、そうなるとやっぱり黒い靴だとか、やっぱり黒い、ベルトもそうですか？今日ベルトもそうなんです。あ、ベルト、クロコダイルの、それどこのやつですか？これはね、ちょっと友人が作ってるので。へえ、そう。スーツはどちらのやつですか？スーツはこれはね、ビームスさんのやつです。ビームスの F のやつ、F のやつ、いろいろ混ぜてるんですか？シャツもそうですね。あ、そのなんですね、ネクタイは？ネクタイはこれね、昔買ったエリーモネッティ、エリーモネッティもちろんです、エリーモネッティ、
いいですね、白とネイビーのこのストライプが。いろいろじゃあ混ざってますね。混ざってます、もう、はい。洋服自体はあんまりブランドにはこだわってない。でもあんまり日本人に見えないですよね。よく言われます。うん、なんかボルサリーノかぶってサングラス、ちょっと どれかかぶっていただいてもいいですか。はい、実はあの、はい、自前のかぶってきたの。かぶってきたんですか。かぶってきてるんですけど。やっぱり。まあ、これ色いいですね、それ。これまあパナマキートっていう、まあ、一番ベーシックなというか、はい、まあ、エントリーモデルの、はい、これネイビーですか。これネイビーなんですよ。だいぶちょっと色変わりましたね。リボンもネイビー。そうなんです。お、まあ、ネイビーなので確かに、まあ、ネイビー、うん、小物との兼ね合いっていうのはちょっとあれなんですか、はい、黒でもいいんですかこの場合って。やっぱりネイビーの方がいいかな。僕はネイビーですね、はい、まあ、グレーとかあと黒だとやっぱり黒のハットとか、はい、あとまあちょっとあ、グレーって、スーツがグレーですか。スーツがグレーとで黒のスーツだったりすると黒か、うん、ちょっと濃いめのグレーとか、うん、あとはちょっと外して、はい、ちょっと深いグリーンとか、うん、あ、まあ、それだったら、ね、それだったらこうネイビーとかにもありますし。なるほど、うん、初めて多分これを見てこの番組見て、はい、ボルサリーノ買う方もいらっしゃると思うんですね、はいはい、ポイント何ですか。何に合わせた方がいいとか、まあ、今の話じゃないですけど黒の靴が多いんだったら、黒の靴が多いんであれば、まあ、黒、グレー、これはまあ基本ですね。グレーのボルサリーノ、まあ、モノトーンって合わせたい場合はそうですね。でもちょっと外したいなっていうんであれば、うん、あえて全然違う色、うん、例えば、例えばそのグリーンだとか、うん、全然ブルーとかでもいいと思うんですよ。全然ブルー、明るいブルー、明るいブルーとか印象的になりますね、うん、あ、結構ピッティとかでも、うんうん、そういうちょっと外してかぶってらっしゃる方、ピッティだと派手な人結構いますからね。そうですね。ちなみにかぶるときは、はい、まあ、マナーっていうか、うん、まあ、ここはまあこうつままないっていうのが、はい、まあ、よくこうテレビとかでこうグッとやられる方いらっしゃるんですけど、はい、うん、まあ、なるべくつばを持つっていうのが。あ、それなんでですか。やっぱりまあこうギュッとやると、はい、まあ、割れて夏物はね特に割れちゃうとかっていうのがあるので、 あとここのまあ形が、ね、はい、崩れやすくなってくるところなので、確かに、はいはい、まあ、なるべくツバ、ツバを持って、ね、ツバ持って、はい、まあ、こうでもいいし、はい、まあ、こうでもいいし、で、まあ、こうかぶって前を倒す、前を倒す、そうですね、うん、はい、倒しますよね、ですね。この左右のこのバランス、うん、その左右、まあ、この、うん、このちょっと出っ張ってる部分がまあ当然自分の鼻のあたりに来ることあると思うんですけど、似合いますね。ちょっとその、うん、まあ、なんて言ったらいいんですかね、こう真正面見たときに角度をどうするかみたいな、うん、ちょっと、はい、僕は割と右を下げたりするんですけど、その辺はどうなんですか。僕の場合は左を左こうですね、うん、それ癖ですか。癖ですね、うん、それどっちでもいいんですか。左利きってのもあるんですけど、あ、左利き、あ、そうなんですね、うん、だから左利きだからついにこうやっちゃうっていう、あ、ありますけど、こういう風にね。あとはこっちにリボンがついてるので、はい、確かにこうですね、あ、なるほど、はい、ボルサリーノって今まで、うん、あれ1857年でしたっけ。1857年、いや160何年ぐらいですよ ね、うん、で今までに例えばあの映画の中でも、うん、いろんなシーンで例えばハンフリー・ボーガーとかかけてたりとか、ね、うんうん、あと誰がかけてました、マルチェロ・マストロヤンニーとか、ね、もうかハッタ2分の1とか、はい、結構いろんな映画でかけられてるじゃないですか、うんうん、そのかけられてる映画を見てこう倒し方とか気にならないですか。なりますね、うんうん、どうやってかぶってんだろうっていうのはすごい気になりますね。でもそれいろいろやって、うん、安藤さんの境地としてたどり着いたのは左だったんですね。もう左、そうですね、うん、なるほど、はい、なるほど、だそうです。皆さんよく覚えていただいて、あとサイズとかっていうのはどうですか。サイズは、はい、安藤さん頭ちっちゃいじゃないですか。そうですね、ね、はい、すごい羨ましいんですけど、頭のサイズを測っておくことも大事ですよね。そうですね、うん、まあ、まずは、まあ、お店に行っていただいて、うん、はい、適切なサイズをスタッフに選んでもらうっていうのが一番いいと思いますね、うん、なるほど。ただ基本は、はい、頭のサイズプラス 0.5 から1センチ、うん、足したもの、うん、が帽子のサイズですね、はい、基本的な、うん、ただあとはもう好みですね、うんうん、1センチプラス1センチだと結構その大きく感じる方もいらっしゃるんですけど、はい、でもその経年でやっぱり帽子ってフェルトもそうだし、うん、パナマもそうですけど、うん、やっぱり縮んでくる。なんでなんですかね、あれ。これはまあ日本の気候とか風土とかにもよるでしょうし、うん、例えばパナマだ
と、これは編んで作ってる、はい、でやっぱりこう編みがどん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 こう締まってくる、締まってくるっていうのがあると思いますね。で逆にそのフェルトは今度縮縮させて作ってるので、はい、ギュッとなってくるっていう。なるほどね。今あのお話聞いて、うんうん、選び方はまずサイズが大事だ、うんうん、はい、自分のサイズ、はい、頭のサイズよりも 0.5 ミリから1センチ1センチプラスで、色に関しては、先ほど、うんうん、まあ、黒とかグレーの場合は、うんうん、はい、まあ、モノトーン、そうです、まあ、黒かグレー、うんうん、でネイビーとかっていう場合はネイビーでもいいし、ネイビーでもいいしブルーでもいいし、ブルーでもいいし、まあ、外してグリーンでもいいし、そうですね、まあ、グレーでも合うと思いますね。なるほど、うん、色それからデザインの話、はい、あデザインはまだ聞いてないですね。デザインはどうですか。まあ、基本の形はやっぱりこの形ですね、うん、中折れ、中折れ、まあ、いわゆるこれボルサリの型、そうですね、はい、はい、まあ、ボルサリのが初めて世に出したという形ですね、うん、はいはい、うん、中折れ型なんですけど、ただここのね幅、うん、そうですね、まあ、大きさっていうんですかね、ここも人それぞれ好き好きありますよね。ありますあります、うん、これ割と広めですよね。これはあのメンズのモデルの中で一番広い、広い、まあ、7.5 センチぐらい、 7.5 センチ、ちょっと、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、ちょっとメジャーごめんね、ありがとう、メジャーちょっと測ってみていいですか。はい、はい、まあ、7.5、結構広いですよね。これで、これで 6、確かに6、これも 7.5 ぐらい、もうちょっとあるかもしれないね。あ、これ、この7ですね、うん、7.5、うん、あ、そうですね、そうなんです、これもそうです、ね、それは一番ベーシックなんです、ごめんなさい、これは多分 6.5 ぐらいだと思います。その辺も気になりますよね。それどう思います？これはもう、うん、あのブリムの広さっていうんですかね、例えばこれ背の高さとか身長とか、あとその顔の大きさであるとか、うん、顔の大きさも関係しますよね。体格、うんうん、いろいろ関係してくると思いますね、うん、顔ちっちゃいじゃないですか、頭もちっちゃい、はいはい、こう広いのをかけると余計小さくコンパクトに見えますよね。その辺は狙ってるんですか、やっぱり。最初一番かぶり始めた時は、うん、実は本当に骨盤をかぶってたんですよね。意外。最初はそのかぶり始めの時でやっぱ気恥ずかしいっていうのがあるので、はい、結構目立つじゃないですか、広いの。なるほどなるほど、はい、で最初言葉かぶってたんだけど、はい、まあ、ちょっと慣れてくると、うん、ちょっとこれも挑戦してみようかな、これも挑戦してみようかなっていう、うん、ちょっとこう気分的に。なるほど。今一番気に入ってるのはもうこのこれしかかぶらないんで、僕はもう。あ、もう決まったんですね。いや、自分のスタイル。広つばしかかぶらないですね。広つば、広つば、あ、なるほど、ラージブリム、うん、ね、その心としてはやっぱりその自分としてのバランスってことか。バランス、うん、あとはツバがその、まあ、アレンジしやすいというか、まあ、特にフェルトとかはそうですけど、あ、うん、こういうふうにちょっと倒したりとか、ね、うん、あ、なるほどね。ちっちゃいツバだとアレンジしづらい、うん、確かに倒すぐらいになっちゃうんですもんね、うん、そうちょっと傾けたりとか、こういう微妙なニュアンス出ないですもんね、うん、そうなんです。広い方が、うん、なんだろう、上品、エレガントというか、まあ、確かにエレガントになりますよね、うんうん、70年代の女性の帽子みたいな感じになりますもんね、うん、こういうふうに大きくね。カジュアルだったらどうすればいいですか。もうあえてこう何も考えないというか、うんうん、何でも合わせやすいっていうのが、うん、ハットだと思いますね、うんうん、クラシックだからクラシックな帽子を合わせるとか、うん、じゃあカジュアルだからカジュアルな帽子を合わせるんじゃなくて、別にもうカジュアルにこれを全然合わせてもいいと思う。あえて、うん、全然合わせてもいい。 T シャツにデニムに T シャツ、そうです、それ実際にやられますか。やるとやります。そうなんですね、はい、じゃあ色は例えば、はい、まあ、僕、まあ、海の近くに住んでるんですけど、全然ビーチサンダルこうなのもいいし、おー、B さん、その B さんでこの辺はどうなの。もう T シャツ、夏にね、ジーンズ切ったやつにこれ被るとか。あ、ジーンズ切ったやつ、それかっこいいですねでそこにサングラスって感じですか。そうですね。ちなみにちょっとサングラスかけたバージョンもちょっと見せて。サングラスかけたバージョン、はい、ああ、決まりますね。こんな感じですね、近寄りがたいですね。近寄り、そうなんです。言われませんか。言われます。うん、誰も実際誰も近寄ってこない。でも実際はね、お優しいから、うん、でもね、なんかすごい、なんか、うん、誰だろうみたいな。そうですね、これのままね、電車とかに乗ってたりすると。うん、そうですね。電車の中はあれハットは被ってても大丈夫ですか。被ってても大丈夫です。大丈夫です、ね、今は、はい。基本、うん、なんかその帽子を被った時に、その室内に入ってきた時って。うん、まあ、冬の、まあ、支度の仕方っていうか、はい、やっぱりこうなんか帽子取ってます、うんうん、で
まあ、なんていうんですか、ストールとか取って、うん、でコート脱いで、はい、グローブも取ってみたいな、はいはい、なんかその一連の行動で帽子かけてみたいな、そうですね、かっこいいですもんね、はい、それ分かってなくてずっと室内でかけてたり、うん、かぶってたりするとちょっとあんまりかっこよくないですもんね。そうですね。その辺はどうですか、帽子のマナーみたいなこと。まあ、この辺はやっぱり昔から変わらずだと思いますね。まあ、電車なんかね、はい、あれですけど、やっぱりこう屋内に入った時には男性は脱ぐ、脱いで置いとくと、うん、そうですね、かもう手にこう持っておくっていうですね。持ってる時の仕草みたいなことはどうですか、はい、どういうふうに持つのかかっこいいですかね。そうですね、まあこうでもいいし、はい、ちょっとこう軽く添えてこう持ってもいいし。あ、そう決まりますね、それね、はいはい、軽く添えて軽く、はい、なるほど、わかりました。じゃあ色も素材もデザインも、うん、価格帯っていうのはどうですか。ボルサレーノの場合は、うん、まあ、いろんなレンジがあるじゃないですか、うん、そうですね。これでいくらぐらいですか。特にパナマはグレードがあって、はい、その網の細かさで値段が変わってくるんですけど、うん、そうですよね、ちょっと網があれですもんね、はい、こう同じパナマですけども、うん、全然こっちの方が粗いですね。確かに、はい、これで3万円台、ね、これ3万円台ですか。これ3万円台です。これいくらだったっけな。これはね、4万円台ですね。4万円台、はい、エントグレードはこれだと結構いっちゃいますもんね。これね、18万円、ね、あ、そんなにきましたっけ。最初はじゃあまずかぶりになれないんだったら、そのカジュアルなっていうか、そうですね、はいはい、一般的な一番ベーシックなタイプからかぶっていくっていうのがいいんですかね、まあ、もちろんカラーのものもあるし、ナチュラルなこういう色のものもあるので、うん、はい、ナチュラルな方がちょっとクラシックな感じにはなりますよね。なります、なります、なります。なんか今日見せていただいて同色の方が、うん、まあ、例えばネイビーのスーツ着るんだったらネイビーとかね、うん、これちょっとかっこよく決まりますね。どっちかちょっとね、あのパナマどっちかぶっていうか迷ったんですけど、うん、もう一個あのパナマファインっていう、はい、あの白いボディのもの、あ、白いのはよくピッティでかぶってるのが、はいはいはい、拝見しますね。よりキザになる。ちょっと印象を知りたいんで、これちょっと、はい、ちょっとサイズが違うかもしれないですけど、かぶっていただいて、はい、あ、似合いますね。これはこれで、かっこいい。どっちに行くかっていうところもちょっとあれですね、うん、そうですね、ね、難しいところですね、うん、はい、まあ、まずはでもあれですかね、ベーシックなこの辺からこの辺を求めになるのがいいのかもしれないですね、うん、そうですね、なるほど、はい、あとあれですよね、サングラスとかですよね。そうですね、イタリアっていうと、まあ今日ね、うん、僕の私物持ってきましたけど、うん、ペレソールだとか、はい、レイバンだとかっていうかけてる人多いじゃないですか、うんうん、そうですね、それとやっぱりボルサリーノがはまった時にとか、うんうんうん、スーツだったりとか朝のシャツだったりとかするとかっこよくなりますよね、はいはい、そうなんです。なんか実はなんかそこになんかチラチラと見えるんですけど、これ何が、はい、今日これは、はい、まあ、今シーズンというか、はい、あのボルサリーノで、まあ、去年の春夏から、はい、まあ、登場したニューモデル、はい、あ、ニューモデルをちょっと思ってたんですけど、見せていただいてもいいですか。おー、またここにあるのとは素材がちょっと違うんですけど、これ何ですか素材。まあ、ラフィアっていう、ラフィア、うん、まあ、ヤシ科のヤシ、ヤシ科の植物、まあ、パナマはヤシ科ですけども、ほう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 、まあ、コマ編み、こう編み方ですね、うん、まあ、すくい編みとも言いますけど、すくい編み、はい、でこれのいいところは、はい、つまんで割れないっていう。確かに、はい、これはね、これに近いですね。それに近いですね、うん、これのあと一番の特徴は、はい、丸められるっていうのが、あ、旅行に行くときとか、そうです、どうしても脱ぎたいなとかあると思うんですけど、確かに、うん、丸で、これスナップがこれはついてて、あ、便利、あ、それで取って取って、あ、で丸めて、そうなんです、そうなんです、あ、便利ですね、それね、そうなんです、でくるくるくるっと、あ、旅の小道具として素敵ですね。そうなんです、いいですね。これちなみにおいくらぐらいですか。これで、税抜きで、はい、本体で3万5000円ですね。あ、そうなんですね。税込み3万8500円。なるほど、なるほど。はい、求めやすい。確かに、はい、いいですね。これはサイズもやっぱりあるんですか。サイズはすごく豊富にあります。大体日本人の頭のサイズってどのぐらいなんですか。大体平均は58センチから60センチぐらいまでの間。はい、あ、そのぐらいが、はい、58、59、60ぐらい。じゃあ自分一回測ってみて、女性だと57センチ、はい、57センチ、ね、うん、なるほど、分かりました。でお色はこのリボンの色がもう3色ですね。そうですね。これベースの色なんですか。黒、黒ですね。黒とカーキ、はい、え、これ黒ですか。黒に白、黒に白、はい、と黒にパープル、パープル、はい、悩みますね。
今日の僕のスタイルだったらこれですかね。こっちですね。これはこれどういう感じですか。これ今日の安藤さんみたいな感じですか。そう、パープルいいと思います、うん、あ合いますね。合うと思います。確かに、はい、似合いますね、うん、こういう感じで、うん、これだとちょっとカジュアル、まあ、これでもいいんですかね。いいと思いますね。なるほど。全然パナマよりも、うん、もう気軽にかぶっていただける。確かに、うん、プールとかね。そうです、そうです。ビーチに行くときとか、ビーチ、はい、そういう本当に旅行とか、ね、なるほど、うん、だからこうなるわけですもんね。トラベル仕様に、はい、なるほど、わかりました。でこれはどん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 柔らかく、もっと馴染んでくるので、うん、もっとくったくたにしてかぶるとより味が出ると思う。よく波打っちゃってる人もいるじゃないですか、はいはい、こうやって全然いいと思います、それで。うん、はい、ちなみに安藤さんいくつぐらい持ってるんですか、ボギサビーの。私で今20個ぐらい、まあ、春夏と秋で合わせてですけど、うん、まあね、プロですからね。はい、ありがとうございました今日は。いや、でもボルサリーヌってやっぱり、うん、あのなんていうんですか、かぶってみるまでって最初、うん、とか思うんですけど、かぶるとだんだん、あの結構こうかぶり始めるまでが、うん、結構勇気がいるんですけど、そうですよね、うん、でも必ず似合う形、うん、色、うんうん、必ずあるので。確かに、はい、やっぱそこを見つけていくってことが大事だってことですね。まあ、それはまあ我々の責任でもあるんですけど、はいはい、でここでグッとおっていうものは必ずあるんで、うん、確かにね、はい、うん、いけるじゃんっていう、うん、そこを見つけてあげたいっていうのがありますね。なるほど、うん、じゃあ今日の、はい、安藤さんのその、まあ、見つけ方ですよね、はいはい、サイズだとかデザインとか色とか、うん、よくもう一回これ見ていただいて、うん、自分に似合うボルサリーヌに出会っていただければと思いますね、はいはい、あとやっぱ箱もいいんですよね。そうですね、これね、箱かわいいんですよ。これなかなか箱なんて紹介しないかもしれませんけど、うん、これ昔買った時のやつで、ボルサリーヌの箱って面白いんだけど、こうなっててこうやって引っ張って、うん、こうやって開くんですよね。でちゃんと帽子こうなってるんですよね、はい、こういう風に、はいはい、これ違う帽子も入ってるんですけど、ここにこれまた素材が違いますね。これはボルサリーノじゃなくて本当にイタリアのビーチとかで買ったやつで、うん、あの安いやつ売ってるじゃないですか、はい、もうあれもビーチ、あとはここに実は隠してた、おディズニーランドの行ったとこんなの紹介してもしょうがないですね、はい、ということでぜひですね、はい、ボルサリーノの魅力、今日は、はい、いろいろ、うん、ちょっとお伝えしてきましたので、はい、ぜひ似合うボルサリーノを選んでいただけると、ぜひぜひ、ちょっとかっこよさのグレードがね、はい、また一段空港上がると思うので、うん、はい、ぜひ、ミニマルワードローブで、はい、似合うボルサリーノを探してみてはいかがでしょうか、はい、ということで今日は安藤さん、はい、ありがとうございました。よろしく。非常に勉強になりました。どうもすいません。